皆様こんばんは、桜井よし子です。毎週金曜日夜9時の放送です。青森県沖で最新鋭のステルス戦闘機 F-35A が墜落して10日になります。パイロットの細野明則さん、まだ行方が分かりません。機体もまだどこにあるか突き止められていません。今夜はこの F-35A の墜落の謎に迫りたいと思います。お客様をご紹介いたします。前防衛大臣の小野寺逸則さんです。どうぞ今夜はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一人、国家基本問題研究所の事務局長で研究員、そして元自衛隊のパイロットです、黒沢誠二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本来はね、大臣ね、黒沢さんはもう大臣の、部下にあたるわけですけれども、今夜はその自衛隊員としてね、元パイロットとして本当にいろんな思いがあるというので、今日はそんな思いを語ってもらおうと思っています。よろしくお願いします。さて、今夜お伝えすることをちょっとここで概要をご説明します。まず最新鋭ステルス戦闘機墜落の謎ということを第1コーナーで扱います。そしてなぜパイロットの細見さんは緊急脱出しなかったのか、できなかったのか、そしてその次に F-35A に欠陥はあるのか、一体どういう飛行機なのかということも含めてですね。そして4番目に、いろんな批判がありますけども、その一つの典型としてニューズウィーク日本語版の記事への反論ということでお話を進めてまいりたいと思います。さあ、早速ですけれども、これ F-35Aステルス戦闘機の、これアメリカ国防総省のサイトから撮った映像ですけども、この戦闘機ってどのようにどこがどういうふうに優れているのかっていう、この戦闘機自体について、基本的なことですけども説明していただけます。大臣から。まず非常にステルス性が高いということですから、なかなかレーダーに映りにくい、逆に言うと相手から見えにくいということがありますし、また非常に電子戦の能力が優れていると、あります能力がありますので、例えば今宇宙サイバー電磁波領域を強化しようと考えておりますけれども、その中で重要な能力を持つその戦闘機だと思っています。よく言われますのはやはり、新しいタイプの、戦闘機で、例えば、コックピットの中に、パイロットはいますけれども、つけているヘルメットの中に映像が映ります。その映像というのは本当にまるで空に浮いているような形で、さまざまなところの死角がないようにしっかり見えるようにできてますし、遠くまでズームして見ることもできる。また攻撃装備はお腹の中に入ってますので、通常、攻撃装備を持ったとしても、それでもステルス性が、攻撃装備ですね、はい、それが、お腹の中に入っていますので、つけたままでも非常にステルス性が高い、そういう能力が あるんだと思っています。でこれは、アメリカの、軍が、やった実験ということですが、この F-35 は、第5世代戦闘機と言われています、で今日本が使っている例えば F-15 は第4世代戦闘機と言われているんですが、この第5世代と第4世代がいわばドッグファイトをしてシミュレーションした結果というのが、確か108対0で第5世代が勝ったということになりますので、108対0、第4世代は1回も勝てない。ですから、今はパイロットの技能も確かに大事なんですが、やはり装備の能力が大変重要になる。で私どもとしては大切な自衛隊のパイロットが運用するわけですから、やはり装備が劣るものには乗せたくないわけです。やはり一番安全性が高い、装備が高いものに、ぜひ乗ってほしい、安全のためにもですね、そういう意味で先手の中でこの F-35 が選ばれたと聞いております。この 目の前にいろんな情報が全部出てくるということは、それを見ながら操縦するんですか？ちょっと補足させていただきます。今大臣おっしゃられたのはですね、ヘッドマウントディスプレイというやつで、そのパイロットがつけている、ヘルメットがあって、そのヘルメットの中にバイザーというのがあるんです、こうかぶせるものですね、サンバイザーとかいう派手ですね、でそれに全ての情報が映るようになっていて、その情報の中に
例えばその飛行機の後ろの映像も映ってくるわけです、うん、要するに360度が映る、うんうん、その中に全ての情報が入ってきますので、ヘルメットつけているだけで前を向いたまま後ろを察知して後ろに攻撃を仕掛けることができる、うんうん、これがまず一つの、メリットですね、はい、で普通 その旧式の飛行機だったらヘッドアップディスプレイというのを作つけるんです、はい、ヘッドアップディスプレイっていうのは、飛行機があったらば飛行機のその前の方にその画面を透明のボードをこう立てて、でそこにそのいろんなその情報を出していくと、いうことです。これが HUD ヘッドアップディスプレイっていうんですけども、それがヘルメットの中に収容されているということです、うんうん、でその中で狙いもつけられるんですよね。狙いをつけられるんです、はい、ガンサイトをつけることができるという、非常にその攻撃的にも優れているということです、うん、でその他にこの F-35 というのは、米軍で開発されていくんですけれども、うん、その JSF ジョイントストライクファイターという構想のもとに、始まったもので、アメリカの海軍空軍海兵隊、こういうような要求を全部入れてるんです。なるほど。それで一つの、機体の形、枠ですね、フレームを使って、いろんな派生形を作っていくということで、いろんなところに売り込みがかけられるという、そういうその多目的のものを作っていくということなんです。そうすると小野寺さんね、なんかこう陸海空の要請が全部入って、しかもそれが全部こうパイロットにも見えるようになって、そのオールマイティのような感じなんですか？そうですね。例えば日本が入れた F-35 の A というのは、例えば普通の滑走路を使って飛ぶ空軍仕様のものでありますし、あるいはここにありますように F-35 の B というのは垂直離着陸ができますので、ごめんなさい、すごいというのはおかしいけども、これ本当は F-35A の、模型をここに用意したかったんですけども、どうしても手に入らなかったんです、ただこれは今後導入することは決まってますので、日本としてもこれ F-35B です、ね、ですから垂直離着陸ができますし、ご覧になってすぐこれ B だとおっしゃったから、それから C はご存じのとおり空母に着艦できるような、足の強化されてますので、そういう意味では形は一つですが、それで、タイプでエンジンの付け方で、いろんな陸海空海兵隊いろんなところの、所用に合うという、そういう汎用性が効く、装備だと思います、実際工場で組み立てラインをずっと見てたんですけども、1マイル工場というんですか、すごく長い工場で、アメリカのですね、それで生産ラインが、生産ラインが並んでるんですが、この3、1機目は A を作ってて、2機目は B を作っててとか、その同じラインの中で ABC が混在として作られていますので、そういう意味では非常に、合理的な作り方をしていると思います、もう一つ攻撃面倒の、お話をさせていただくと、小野寺さんおっしゃられたように非常にその攻撃力が強いと、で第4世代戦闘機はもう相手にしないというようぐらい強いのは、やっぱり遠距離で探知をして遠距離から攻撃をかけていくっていうことがこの飛行機の特徴なんです。遠距離から攻撃をかけ、遠いところから、だからドッグファイトをする必要がないんです。なるほどね。でそういう構想で作られています、もちろんその戦闘機ですからドッグファイトもできるんですけども、それなりの運動性能というのは確保してるんですけれども、要するに遠いところで相手を見つけて、そして攻撃をかけていく、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円、
または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。